はい、ミシンチャンネルのミシンです。てなわけで今回もやっていきましょう。アイキス2姉妹ルート選択肢第12くらいだよね。もうなんかもういっぱいですはい、てなわけで今回もやっていくんですが、今回はアヤの選択肢がありますので、アヤのところに行くんですが、今回は喫茶店、珍しいね、喫茶店。なんかなかなか今まではね、作業部屋とか教室とかね、あとアパートとか割とそんなにね行ってなかったんですけど、久々にじゃあ喫茶店ってことはマジさんとかもいるのかなと思いつつ、じゃあやっていきましょう。喫茶店へ。アン先輩ととっさの動画活動グループアントワネット、文化祭で結成されたアントワネットのフォローもあって始めた喫茶店でのバイトだったけれど、今でも続いていた。もう1年くらいやってんのかな、なんだかんだ。はあ、バイトしてる時のリンくん、やっぱりいい。ウェイターをやるために生まれてきたんじゃないかなって。その存在というか、生まれてきた意味はどうなんだろう、喜んでいいのかな大げさすぎる。俺がバイトに入る日は、アヤがその様子を見に来ることが割とあった。そして今までは店内がよく見える席で、俺の働いている様子をただ眺めているだけだったんだけど。わかります。池永先輩はどうしてこうも私のツボを抑えてくるのか。最近はその仲間が増えていた。いや、まあ、そんなお客さんが入ってる店じゃないし、コーヒー一杯で粘るなとか言う気はないんだけど、そっちの新1年生はともかく、あやめさんはいつも一緒にいるのに、バイト先に来てまで見たいものなの？魔獣さん、いつものレン君とバイト中のレン君は別です。全然違います。普段のアン先輩とバイト中のアン先輩より違います。ああ、バイトしてる時としてない時のアンが違うって言われたらわかるけど、アンの方が違わない？そこは甲乙つけがたい話になりますね。桜田先輩は可愛さの質が変わりますけど、池永先輩はそもそもの属性が変化しますので。属性？属性先になんかんって思っちゃった。ゲームでしか聞かないようなワードが出てきた。はい、普段の面倒見のいいお兄ちゃん属性から、バイト中は物静かなできる男属性になります。わかる。仕事中というレン君からにじみ出る真面目感、緊張感、それがエプロンと相まっていいよね。はい、普段自然に任せてるのに、お仕事の時は髪を軽くセットしてるのも分かってるなって。その様子を呆れた顔で黙って見ていた七瀬がため息をついた。だそうですけど、レンさん、よかったですね。つまり魔女さんのプロデュースの方向性が合ってたという話になるんですかね。ん？魔女さんプロデュース？そうね、池永くんが真面目で静かにしてると割と入るタイプになるだろうというのは想像できたことだったわ。それにここに来る元有森の応じ受けするタイプだと思ったから、その方向性で整えてみたわ。そういうのあったんだ。つまり郁恵もあやめ先輩も魔女さんの思うツボだったわけですね。ちなみにひなは知ってたし、髪のセットもひなが始めたやつだぞ。そしていいじゃないとそれを拾ったのがマジさんとアン先輩と、そこに居合わせたカンノ先輩だ。ん？それってもしかしてあやめ先輩以外はみんな分かってたということでは？あやの夢を守るためにこういう舞台裏を言わないでおこうって言ってたのもひなだぞ。お姉の私への理解を嬉しいと思うべきか、もてあそばれたと思うべきか両方だと思う。でもレンさんの普段とそんなに違います？それは七瀬が普段からそういう目で見ているからという話じゃない？私がレンさんをどんな目で見てるっていうの？そうですね、学校の制服よりも
バイト中の服の方がスリムなので、不健康ではない細い体がシュッと見えていいですね。髪をセットしているから、普段の自然体よりもそういうファッションとして全体がコーディネートされていて、スマートさが出ていて、あと、動作が丁寧な方なので、カップを置いてくれる時の仕草に余裕があって、そういう時の指の動きが、セクシーですね。待って、待って、イクエ。私がレンさんのことをそういう目で見てるって話になる。わかる。普段のレン君は割と適当に済ませてるけど、動きが丁寧になると、いいんだよね。そういうことを俺の前で言われるとどうすればいいかわからない。そういえば制服を細めのにしたのもマジさんの提案でしたっけ？そっちは純子ね。あの子ほら、多分だけど池永くんをエロく見せるにはどうするべきかってずっと考えてたから。何がどうしてそれがエロいのかが俺には何一つわかりませんが。それを意識しちゃうとレンさんじゃないんですよね。うなずく綾と小暮さん。いつの間にか七瀬までそっち側に行ってしまっていた。けれど私さえぐさあやめ、普段と雰囲気が違う幼馴染にふんふんハスハスしていただけではありません。してたのかと思う俺を意図的に無視してる綾がスッとカバンからペンケースくらいのものを取り出す。じゃじゃーん、新アイテム、おしゃれメガネ。あー、ひなのじゃないな。それはかけてるところ見たことないし。当然レン君のです。この間出かけた時に見つけたんだけど、バイト中のレン君に似合うと思ってついうっかり買ってしまいました。すっと俺の方に差し出すアヤ。それを俺にかけろと？バイト中だぞ。そこをなんとかお願いします。後でお礼に何してもいいから。なんでここにいない人を売るんですか？けれどバイト中はバイト中だ。マジさんがいいって言うかどうか。いいわよ、あやめさんが池永くんのために選んだものっていうのも気になるし。許しが出たので受け取ってメガネをかけるけれど、注目を集めているのが恥ずかしい。すげえ見られてる感がある。これでいいのか？メガネそのものに慣れてないのもあって自分ではどうなってるかわからない。おお、レンさんメガネ似合いますね。ちゃんとファッションになってます。いいですね。レイターさんの時の池永先輩だからこそ似合うメガネです。そうね、普段だとメガネだけおしゃれで浮いちゃうけど仕事中ならしっくりくるわ。今揃って、お前普段からもうちょっと気を使えって言われた気がしますけど、もともそれは去年からひなとあやにずっと言われてることでもある。あや？あやが自分で用意しておいて何も言わないと思ったら笑顔のまま俺の方を見ていた。私の見立ては間違ってなかった。幸せそうな笑顔を浮かべるあや。まあどうやらお気に召してくれたようだし、それは良かった。あや、幼馴染の知らなかった一面を見てしまってどうすればいいのかわからない。だけどさすがに幼馴染の見立てね、似合ってると思うわ。確かに。というかレンさん、サイズもぴったりですね。一緒にメガネを買いに行ったことがあるんですか？ひなのメガネは見に行ったことがあるけど、俺のを選んだことはないよ。なるほど、つまりわざわざ確かめなくてもあやめ先輩は池永先輩の体のサイズが分かっているんですね。そうなの、あや？何？あやめ先輩、大丈夫ですか？大丈夫大丈夫。いやー、レン君のメガネ姿が予想以上に私のツボだったんで、我を忘れちゃった。幼馴染に心
こまでなんかメガネかけただけでちょっとなんかこうデレッデレになられてもちょっとそれはそれでどう反応していいか悩ましいよね。わかりますけれど、いつもメガネというよりここぞという時にスマートなスタイルになってかけてほしい。今回のメガネはスマートなレン君用だけど、いつもようにもうちょっとやぼったいものはどうだろう。小暮さんと綾がぐっと握手をする。レンさん、止めたいなら早めに止めた方がいいと思いますよ。行き過ぎるようなら止める。ところでこれもう外していいか。もうそんなもったいない。あれだよ、外すとお化けが出るよ。メガネを外すと出るお化けってそれどんなお化けですか。私の生き量です。本当に出そうなのが嫌なんだけどそれ。そうね。よし、今日はそのメガネをかけたままで行きましょう。雇用主からの指示よ。え、マジですか。せっかく用意してくれたものだもの。その分メイド服と一緒で色はつけるわ。メガネで色つけてもらえるなら全然かけたいな。まあそれなら、あや、あやの目が、作業の邪魔になりそうだったら外しますからね。実際伊達とはいえレンズ越しだと見え方が違う。というわけで今日のバイト中はメガネ着用だから、そのスマホをしまいなさい。ダメですか。いつの間にかあやがスマホのカメラをそっと構えていた。当店では男女関係なく店員の無断撮影は禁止させていただいておりますので。お願いします、1枚でいいんです。お願いします、何でも注文しますので。行くえまで、いや、というか後で帰ってから蓮さんに頼んで撮らせてもらえばいいんじゃないの。それはつまり池永先輩のお部屋にお邪魔していいんですか。趣旨がずれてる。いや、遅くなるからダメだろ。今日は閉店作業までバイト入ってるし。帰ってから撮る分にはどこから漏れようが池永くんの責任だから、私からうるさく言う気はないけど。違うんです、仕事中のレン君が撮りたいんです。お部屋のレン君は違うんです。まあその場の背景というかね、まあその環境ってあるっていうのはもちろんわかるんだけど、こだわりがあるね、しっかり。まあレンさん自然体とか下手そうですもんね。それはそれでぎこちないのも美味しいのでは。私が今求めてるのは仕事中のレン君なんです。お願いします、1枚だけ。一瞬今のあやならどんな交換条件を出しても飲みそうだと思ったけれども、さすがに良心が咎める。諦めないとメガネ外すぞ。ひどい。あと私を脅すならもうちょっとクールな感じでお願い。ここ1年で付き合い方をどこか間違えたかなと思う瞬間だった。付き合い方は間違ったかな。少なくともなんかもうアン先輩とかね、お姉に対してのね感じというか、だいぶこじらせてる感はだいぶね進んだんじゃないかなと思います。はい。いやまあでもね、まあいいよね。メガネ普段かけてない人がメガネかけてたり、メガネかけてる人が外したりってだけでもだいぶ印象変わったりするもんね。だからなんか結構ね特別感はありそうだけど、なるほどな。まあてなわけで今回はまた今日、まあここまでにして、また次回、次の選択肢は どうなってるかまた分かりませんが、その時までまた次回もよろしくお願いいたします。てなわけで今回はここまで、また次回もよろしくね。バイバイ。